されちゃうんだね、きっと。たまにかっこいいこと言うね。いいんじゃないのかな、そんなところでさ。またエッチな小説書いてる。聞いても笑いませんか？あの、ラブレターを書いているんです。かすみのラブレターは渡す相手がいないんだよ。エナ、もういいの、余計なことは言わないでください。ただもうエナのおしゃべり、トモヤさんも笑わないでください。
なんでそんなこと覚えてるの？いい言葉じゃないですか。まさに私たちにぴったりな言葉です。エナもこれぐらい覚えてください。If I were a bird, I would fly to you. ほら、最後は完璧。ウルドじゃなくてウッド。ウド。ウッド。熱い。真面目にやりなさい。無理だってば。無駄な努力はしないでおこうよ。あー、暑い暑い。
新山先生はずっと下向いて授業してるから抜け出し放題だってこと教えてあげようとか思った。大丈夫、絶対怒られないから。決まってるでしょ、智也くんを観光案内してあげるんだよ。ついこの間がライラック祭りだったんだよ。風花さんも来たよ。いい匂いがするんだよ。それにね、ダメなんだよ。大通公園で焼きとうきび食べてたら大通公園マスターとは言えないよ。ここではかき氷を食べるんだよ。札幌の乗り物の大半が乗れるカードだよ。というわけでね、買ってきて。
そういえばそうだった。でも、ともやくんの方も美味しそう。それ何味？美味しい？ねえ、どんな味するの？酸っぱい？こっちと味違う？メロンが緑色だから、それは黄色だ。わかった、レモンだ。どんな味？ねえ、美味しい？レモン色でレモン味なの？細かいことを気にしたこともなかった。これだからみんなに無頓着って言われるのかな。変かな。昔、男の子とかとジュース回し飲みとかしてたよ。きっと男の子の方が神経細いんだよね。してるの？バカみたいなことって楽しいことでもあるんだよ。人生は楽しむためにあるんだもん。かき氷だって溶ける前に食べるものでしょ。同じことだよ。中に抜け出すなんて最低。
君のお父さんって何のお仕事してるの？そうだっけ。ふうかさん物覚え悪いからあと5回ぐらい聞くかもしんない。怒らないでね。元気だよ。会社の社長さん